皆さんこんばんは、ペルシアンでございます。皆様お元気でしょうか。今晩の夕食はですね、つくねでございます。昨日ね、あのハンバーグの残り生地でこれをね、つくねを作りました。まあちょっとね、ポイントとしてはね、つくね、私なりのつくねっては片栗粉、まず水を入れて、まあちょっとね、少し柔らかくしてから片栗粉を入れたら、あのふんわり感が出ます。他にもね、あのすりおろしたレンコン入れたりね、することもあるんですけどね、私の場合はそういう風になりますね。で、贅沢なやり方としてはね、あのすり身にしたね、エビを入れたりすることもあります。これめったにやりませんけどね、はい。で、昨日も昨日と同じくこのトマトとレタスのサラダでございます。あのプチトマトの方が甘いですね、やっぱり。私はね、あのプチトマト好きなんですけどね、親父はでかいトマトの方が好きなんですよね。甘いけどね、甘いのかわからないのかな。で、昨日と同じく今回のお酒は銚子のコーラ割りでございます。で、また通販でビールを注文しましたね。いつものなんとかのやつが出ますので、ね、乞うご期待。以上でございます。皆様お仕事お疲れ様でした。明日は水曜日です。お休みの方もいらっしゃると思いますが、体調を整えて、明日もね、お仕事に備えて頑張ってください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。短い動画ですが、この辺で失礼いたします。ペルシアンでした。